一日三食。なんかそれ食べられない人みたいな。食べられない人そういうわけじゃないんだよ一日三食食べたい単に食が細いだけ食べたいって食べたいレースクイーンになりたいやつもいるしクリスタルレースクイーンじゃまずレーシングチームが見えたらそうですねなんかこうなってないちょっとこれ以上いかできないんだけど、こうなの、こう気味なの、うん、ちょっと待ってなんか、光ばっかりさ、あそこばっかり出てるよね上の電灯ばっかり上の入りはレインボークラブデリシャスなラジオクリスタル表現する者たちの月夜会へようこそ下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたしますドラマチックにストーリー愛してやまない人間模様今夜も熱いハートは止まらない2015年7月6日マンデーナイト21時オープンルーニーこと羊伊藤クリスタル相談役時々音楽兄さん今夜もどんなドラマが展開するんでしょうワクワクも止まりませんねキャプテン D ダリアモンドミッチーナ楽しすぎて忙しい見て聞いて参加できるラジオだけど見逃せないそんな番組がどこかにありましたか楽屋トークだって公開気取ってなんかいられないライブのようなラジオです2015年クリスタルは素敵拡大中輝く人にはスポットライトをまだまだ悩める子羊には甘いお菓子をあげましょうかね総勢45人超えのクリスタルメンバーがあちこちでやらかしております本家クリスタルの始まりですさあちょっと先走ってですね、はい七夕イブイブそうですね明日は七夕ですからねねさあさあごはんいろんなことがあ業務連絡がこんなところにちっちゃくて見えない誰だよ誰ですかあ、愛そっか何やに世界中の動物たちが幸せになりますようになんだその怖い日本後で写真撮っといて、ね、大きな舞台に立つクリスタル7番組へ目指せクリスタルレースクイーンっていいですね楽しい作品を作るね諦めない、うん、加速拡大あとは健康第一渋い三食
べたい。違う。それは違います。絶対優勝。まあ、あいつものごとく、ねね、はい、明日そうそう、クリスタルは新番組が、うん、そうですね、4月7日に始まります。勝手に喋ってやる。勝手に喋っちゃう。だってさ、私ビジネス語れっつうこと自体がさ、うん、勝手に喋るに決まってるじゃん、ね、まあね、そうだよね、ね、うん、まあ、新しい切り口でいいと思いますよ。ええ、はい。どんだけ楽しみにしてるかみたいな ね、 ね、みんなね、おかしいよね、それね。今までさ、今年だって2個始まってるのにさ、そんなこと言われたことないもんね。あ、それだけだから、なんかやっぱりギャップが、ギャップが楽しみだ。ギャップが。あなたがアイランドをやってるのと同じかしら。私が女子力っていう ね、 ね、一生に3回ぐらい。なぜ狼が女子力でさ、うん、狼がビジネスなのか、そうだよね。むしろそれがいいんじゃないですか。ジェーンってなのね、うん、1ヶ月後にジェーンって。早っ。痛い、痛い、早すぎ。何を言いたいわ。さようなら、ね、で大変、うん、本家、本家今月から、はい、とんでもない人がやってくる、レギュラーです。なんか圧を感じます。まずい、たった5分だけど、うん、足跡残していくよ。がっつりと ね、足跡も手形も残していくよ。楽しみでございます。気をつけろ。はい、気をつけます。君はエンジキだ。最近板についていけた。新しい肩書きエンジキだ。あ、ね、なんかしっくりしちゃいますね。でしょ。さすがですね。さあ行こうかね。そうしましょう。今日のゲストも楽しみだよ。はい、楽しみです。いい感じだよね。うん、さあそれではそろそろ始まりましょう。どこから聞いても楽しめるクリスタル、 It's Showtime。